ということで最後の曲になりました、もう最後の曲ですか。早いですね。早いですね。1曲は短いですからね。そういえばあの前のライブの時にかぐや姫の新しい DVD が出たってお話ししたんですけど、 あの時買ってなかったと思うんですよ、ところが正月買っちゃいました。ついに手に入れて、あの今からやる曲のあの映像が入ってるんですよね。あの曲ですよ、あの曲で、その僕がもともと聴いてたやつはあのまあ普通にね進んでいくタイプの映像だったんですけど、新しく入手したものは実は翔やんがギターをミスっていたことが発覚。たぶん後で直したんですよ。そうあるよね、ちょっとね、後映像きついね。そうめっちゃ間違ってんじゃんと思って、めちゃめちゃレアなものを手にした気持ちになって、そういうの楽しいよね。わぁ、間違ってたんだこれみたいな、なんか嬉しいな。そう人間なんだみたいな、なんかね。そういうのがあって、でもおすすめですよ、あれ、ぜひ貸して。あ、わかりました。今日ちょっと持ってきてこうやってやろうかなと思って。確かに。じゃあ今度もあのお貸ししますね。僕も持ってきますね、レアなやつとして。ということで最後は22歳の別れ。22歳の別れは僕も14歳から歌ってですね、22歳の時別れたんです、ちゃんと彼女と。17から付き合って22で別れたって。それでその当時、なんでお前別れたのってすげえ可愛い子だったんですよ。気立てよくて料理も上手でちょっとポチャっとしてたんですけど、めっちゃ顔はもう可愛くて性格もいいってみんな大好きだったんですよ。なんでお前と付き合ってんだっていうぐらい。それで別れたらもう友達にすげえ減っちゃって、みんな怒っちゃって、振り上がってって、もうみんな怒っちゃって、カンカンに。で、なんで別れたのって言われてもよくわかんないんだけど、なんか別れたかったんですよ。でも40歳ぐらいに気づいたんですよ、22歳の別れをしたかったって。そうだよ、それだよ。もうずっとこれ歌ってたから、8年も歌ってたから。あと楽しいですね、音ね。憧れてたんですよ。本当に17歳から付き合って22で別れました。まあ、男性と女性の立場逆です。こういうの言われてみたかったな、みたいな。よくわかんないですけど、ね、だいたい22歳でさ、嫁に行くなよって感じだけどね。昔ですよね。そういうことで22歳の別れ。私にとって
て、こんな私のわがまま聞いてくれるなら、あなたはあなたのままで変わらずにいてください、そのままで。ありがとうございました。2曲目です。イエーイ。ありがとうございます。